ってから、はい、もう最後のボーカル練習になりましたけど、早かったのとか、ね、早かったし、まだ来週の試合で最後だっていう気は全然してないです。引退試合なんだと思ってやるとは思ってはやってないです。まあ、いつもの試合と一緒です。でも緊張は高まってきてるような感じですか？いや全然いつも通りですよ。なんかこう倒してやるワンマッチだし、まあそうですね、まあ、楽勝に勝とうかなと。まあ、楽でしょ、 楽に勝っちゃうでしょうって俺は思ってますけどね。全然その感傷的な感じもないですか？全然ないですよ。 そんな浸ってる余裕もないし、余裕ないっていうか、その本当普通にいつもの練習してるんで、全然これで最後だなっていう感じは全くないです。だから終わってみないと、そのどういう感情になるのかわからないなと思って。仕上がりとしてはどうなんですか？全然完璧ですよ。5ラウンドっていうことで、はい、スパーリングいつも3ラウンドしかやらないんですけど、5ラウンドやってきましたね。スパーリングの合計ラウンドは、どのくらいやったんだろう。多分蹴りのスパーとパンチのスパーを合わせたら80ラウンドくらいやったんじゃないですかね。5ラウンドくらいに使うとこれないんだけど、まあ5ラウンドやっててスパーで思ったのは、必ずチャンスがスパーでもあるんですよ。まあその段階でチャンスが来た時に決めたいなと思ってますけど、ね、相手のサバーが、はい、スパーのチャンピオンを要望して、はい、マスト選手はそれに大きいですか？今日ありませんか？まあ別にもう、まあ今回は OK しました。それはその人は顔で倒すから。スパッ繋がれるとやりにくい。全然ないですよ。あれじゃあこのローキックが効かなくなるというような、いやそういう全くそういう素材も出てるんですよ、今世の中に。衝撃を全く通さないっていう素材が、そういう素材だったらフェアじゃないじゃないですかっていうことで最初は言ってたんですけどね。ただトーナメントになるとどうか分かんないですけど、ね、あれ今までで最高の仕上がりと言っていいんですか？いやそうですね、はい、自分では一番どこら辺が強化されるパワーつきました、はい、パワーと持久力もついてる。持久力はもともとありますからね。持久力は落ちてないです。そこにパワーがついたと。パンチ力もついたし、キック力もついたし、あとはその相手の、まあ、サワーがローキックを蹴ったとしてもそれに耐えられる足も作ってきたし。5ラウンドで日本があるわけですけど、はい、どういう試合になるかというイメージは頭の中でどうですか？まあ、早いラウンドでチャンスが来れば俺は早いラウンドで倒しに行くし、まあ、でも必ず15分間の中で必ず来るんですよ。そのタイミングが来た時にはもうまとめて倒しに行こうかなと思ってます。その必ず来るチャンスを逃さないということが一番そうですね、はい、そこで決めたいなと思ってます。別に無理して倒そうと思わなくても必ず来るんですよ。その今までその5ラウンドやスパーをやってきた経験から。カード順は前日発表なんですけど、はい、メインは優先なんです。俺はメインだと思ってますけどね。メインじゃなかったら僕帰っちゃうかもしれないですね。はい、はい、ショックでいられないかもしれない。帰ります。そしたらで言っといてください、谷川さんに。谷川さんは毎年のことですけど、まあ、視聴率だと怖くて、俺はそこは別に考えてないです、はっきり言って。俺は本当俺と澤の戦いだと思ってるし、うん、まあ、世の中はどういうふうに思ってるのか分かんないですけど、はっきり言って俺の自己満足ですから。俺が澤にただ勝ちたいだけなんで、他に理由なんて全くないんですよ。ただ俺が2回やって2回負けてるんで、それじゃ悔しいからもう1回やって勝ちたいっていう、ただそれだけです。顔で倒すとおっしゃってますね。はい、ということはパンチで倒す、ハイキックかもしれないですよ。昨日クリスマスイブでしたけど、何か特別なことされました？特別なことはしてないですけど、クリスマスプレゼントもらいました。俺が欲しかった帽子があって、はい、サプライズでもらったんで嬉しかったです。それは奥さんだろ、はい、
の今までやってきたこういう会見だったりとかね、今日の最後になりますけど、はい、思うところはありますか。いやだもう本当寂しさとかこれで最後なんだなって感覚が全然なくて、いつもと一緒なんですよね。終わらないとそういう感じ出てこないんだろうなって、その余韻に浸るのはもう、ね、31日の試合が終わってからだろうなって。今の時点で1月1日以降のことって考えたりしますか。1月1日以降のことは考えてないですね。まあどっかなんかのんびり温泉でも行きたいなくらいには思ってますけど。同じ大会内で石井聡選手のデビュー戦がありますけど、はい、気になりますか。気にならないですよね。別に同じ階級でもないし、うん、俺と石井君の勝負じゃないし、俺はアンディとの勝負だし、そこら辺の勝負は、誰かが誰かみんな、K-1 対戦国で思って誰か考えてるのかもしれないですけど、俺は全く考えてないですね。専門誌なんかで澤選手のなんかインタビューとか見てますと、はい、俺はカマセイヌにはならないぞみたいな。カマセイヌじゃないじゃないですか、全然。俺が挑戦者なんですか。まあ、マサト選手のその勝って引退というシナリオ通りにはさせないぞっていうような、うんうんうん、まあ、それはもちろんそういうふうに思うかもしれないですけど、俺はもうそういうふうにするつもりですからね、はい、もちろん勝つつもりですよ。意識としては澤に挑戦するっていう意識。まあもちろんそうです。サワーってやるにあたってここは負けちゃいけない、ここは絶対に勝たなきゃいけないポイントってなんですかね。やっぱ相手がサワーラッシュしていくんで、その時には下がっちゃいけないなと思ってますけど、そこは勝負するところだなと思って。まあまあでもぶっちぎりで勝ちますよ。今回その誰か特別な人を招待してますか。してないです。はい、ただ俺の地元の友達が3万円の席を買って気合入ってました。昔から来てる友達が3万、みんな3万円のチケット買ったって言ってましたね。2005年のサワーと今のサワーってのはどんなと間違いですか。体がでかくなってますかね、うん、まあ、パワーはついてるんじゃないですか。あと2005年くらいの時はやっぱ右クロスはなかったんじゃないかなと思って。右クロスなんですけど、その対策。俺の左速いですから、当たんないと思います。そうやって腕組みしていても、肩のあたりの筋肉が空白されたんじゃないかというのを見受けするんですけど、パワーと一言に言ってもいろいろあると思いますから、体の中でどういうところが強くしますか。いや、もう、どこが強いの？もう全て強くなりましたよ。どこ、まあ、なんだろう、後で見てください。スパッツとマサトさんも履かれたり。僕は短いスパッツを履きます。キックパンツじゃないですか。いやいや、キックパンツ履きますよ、もちろん。下に、はい、いつも練習で最近履いてるんです。初めてスパッツ姿。いやいや、それはないですね。それはないです。最後の最後までスパッツ。試合中で履かれるのは初めて。そうですね、まあ、今練習では毎日履いてますけど、やっぱこのルールが適用されたから。そうですね。なんか予告ラウンドとか、予告ラウンドで力んじゃうから。でチャンスは来るんで絶対その時に決めに。早い決着かもしれない。それはそうですね、まあ、左フックで始まり左フックで終わるかもしれないです。そんな可能性もちょっとしてます。スパーで左フックが当たるんですよ、よく最近で。大一番はやっぱり左フックなんで。Hey! Hey! 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 Hey!
Bye.